この新工場の建設はですね、私どもカルビーにとりまして多年の悲願でございまして、本日ここ創業の地広島でですね、こうして起工式を行い、新しくできる瀬戸内広島工場の起工式には玉井副知事や広島市の松井市長など60人が出席しました。コンセプトは人と地球の笑顔を作り出す未来を形にする工場、再生可能エネルギーを導入し排熱や排水などを有効活用する最新鋭の工場です。デジタル化で生産ラインの自動化を進め、生産効率6割アップを目指します。デジタルトランスフォーメーションを駆使した最新鋭の工場になります。他の工場で実験をしてきたんですが、その水をですね、集めたものがこの広島新工場の新設備になります。敷地面積はカルビーグループ最大となる10万平方メートル、4階建ての生産棟と平屋建ての原料供給棟の2棟で、設備投資額は520億円です。ここではポテトチップスや小麦系スナックが製造され、年間280億円の生産能力となるということです。来年12月から順次稼働する予定です。